陽明高尾海洋探索艦機地区は、高尾市の鹿地区。旗つ区のあるエリアは、旗つ半島、旗つ島と呼ばれる。高尾港と外洋の間にあり、港にとってはさながら防波堤のような形状をしている、島である。高尾港から見て西方にあり、長さ約1 1 3トル、平均幅は約2 0 0ルほど。 半島と呼ばれることもあるのは、ここがかつては、島ではなく半島であったためである。南側が陸続きであったものを、1975年に切り離し航路とした。対岸との往来は、北側はフェリー、南側は海底トンネルで確保されている。なお、この海底トンネルは、台湾に唯一存在する海底トンネルである。南佐諸島の太平島や、 東佐諸島の東佐島なども旗津区に属している。旗津区は集落が旗山の後ろに位置していたことから古くは旗子と称されていた。この地域は高尾高発祥の地であり、市内でも最も早くから開発が進んだ地域である。民末新書より多数の中国船が入港し、1860年にイギリスと北京条約が締結された後、旗子は 正式に開校し、通称を開始した。1862年には清史により旗後に税関が設けられ、下関条約により日本に活上された後は、高尾で最初の学校として、濁工学校が設立されている。1909年には、濁区の区役所が設けられ、それは1920年に高尾外の移転するまで存続していた。1925年、 台湾総督府は、菊道港、鶴ちなみ波二つと改名し、戦後は高尾市により、区名としてこの地名が継承された。1979年に高尾が直轄市に昇格すると、二つの行政範囲として、東ずまいさご諸島及び南佐諸島が含まれることになった。二つ半島へは、鉄道のアクセスはなし。高尾市林線で、 最古湾駅からほど近い鈴宮間林渡し丹で、二つ林渡し丹域の、または、高尾ライトレール外線中華駅あるいは、夢時代駅から、全鎮林渡し丹経由で、中鈴林渡し丹域の航路、もしくは高尾都市運行戦争合駅などからバスで、海底トンネルを経由して移動が可能。二つ外各博物館、商工館温度。ありがとうございます。